亀田のつまみ種つまみます。つまむたびワクワク。どれどれ、見た目がイカだ。噛むほどにうまみが広がる。生地にも中にもチーズ。口の中がチーズで大渋滞だ。あー、蜂蜜の誘惑。醤油のコクと蜂蜜の甘み、幸福の二重奏。なんと全部で10種ミックス。どれだけワクワクさせるんだ。カメダのつつつつまみだね。午後のつまみだね、つまみます。つまむたびワクワク。どれどれ、午後といえば甘いもの。ココアとホワイトチョコ、やはり合う。蜂蜜とバターの風味、あー、なんてリッチなひととき。黒蜜にシナモン、私の舌の上で未知との遭遇。なんと全部で7種ミックス。どれだけワクワクさせるんだ。カメダの午後のつまみだね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つまみだね、はい。で、最後の3つ目が午後のつまみだね、はい、という3商品ですね、はい。あと、あの午後の、つまみだね、つまみだねが好きです。あ、甘いのいろいろ入ってて美味しいですね。はい、とてもです。美味しかった。よろしくお願いします。すみません、じゃあもう入っちゃった方がいいですよ。はい、お願いします。48秒からはテンションが高くなるんですが、次は大阪弁になってしまうという。そうですね、このブレイクが入った後は一度は落ち着くんですがという。はい、亀田のつまみだね、つまみます。つまむたびワクワク。どれどれ、見た目がちゃんとイカだ。あー、噛むほどにイカの旨味が広がる。蜂蜜の誘惑。醤油のコクと蜂蜜の甘み、幸福の二重奏。芸術的な豆の断面、ゴロゴロ黒豆の風味、前衛的と言わざるを得ない。美しいピンクの六角形だ。小エビが丸ごと練り込まれたスナック界のルビーじゃないか。なんて可愛らしい見た目だ。ザクザク食感とのギャップ萌え、たまらない。私としたことが高揚してしまった。スタンディングオベーションしたい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。スタンディングオベーションです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。つまみだねの初めての CM が津田さんで本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。また後でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結構凝ったあの CM になっているので、その中身も、何でしょうね。いろんなこうバリエーションがあって、本当に多種多様なナレーションをいくつか撮らせていただいて楽しかったです。はい、あとはそうですね、印象に残ってる歌ね。はい、歌自信なかったです。でもOK って言っていただいたんで、はい、大丈夫かなと思っておりますが、まあ、なるべくこうちょっとこう何ですか、華やかに華やかになってるかな、なってるといいなと思っております。はい、そうですね、今、ドラマやらせていただいてるんですけれども、今までにない役をやらせていただいて、で初共演の方とかもほとんどが初共演なのかな、なので非常に毎日ワクワクしております。あとアニメーションなんかの方でも、やっぱり今までにないタイプのアニメをやらせていただいているので、それも非常にワクワクして現場で過ごしております。